グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。横浜市は諌様邸雑草対策増援工事石張動画施工令。大きなお家ですね。この右手の塀の向こう側に、駐車場の屋上庭園があるんですよ。あ、その屋上庭園のレンガから草が生えちゃってるんですね。あ、レンガの隙間から、そうですね、目立ちますね。なんでこんなに草が生えるかっていうとですね、このレンガの下の基礎をちゃんと作ってないということなんですね。普通あのコンクリートモルタルを使って、ちゃんと下地を作ると草は絶対に生えないんですよ。で、まあ、お客様が近所にあるあの某ホームセンターにお仕事を依頼したところ、こういう手抜き工事をされちゃったということで、ホームページを見てお客様があのヘルプということで、お願いをされてきたということの、そういう現場なんです。この、 あの右側の塀の向こう側があの駐車場の屋上庭になってます。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますので、お気軽にご連絡ください。フリーダイヤル 0120-041-301 です。お電話お待ちしております。雑草対策の施工事例がたくさん紹介されていますので、ホームページをぜひ見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。